ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど、フレッサの店でヤギ肉を買ってきてほしいんだ。切らしていたことに今気がついてね。お使い？買ってきてくれたらお駄賃を出すよ。やる、やります。フレッサさんの店に行って任せたよ。買ったら私のところに持ってきておくれ。そうだな。聞いてくれ。そうだな。違うよ。違うよ。
てを先を売れねってのはどういうことだ。この声はやめろ親父、こんなとこで何やってんだよ。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがって。てめえどっちの味方だ。そういう話じゃないだろ。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なんて。え？てめえライザーか。いつそんなでかくなった？前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、なんで暴れたりしたんですか？過去のクソ店主が俺には先を売れねえと抜かしやがる。俺は客だぞ。金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ金がよ。わかったわかった、俺が話つけるから先に家に帰っててくれ。て胸くせあり、二度と来るかよ。こんなすみません、ご迷惑をおかけしました。ライザもすまねえ、嫌なもん見せちまったな。ううん、ザムエルさん相変わらずだね。ああ、酒に酔ったら暴れて、酒がなくなればまた暴れて。あれじゃ母ちゃんが出て行って当然だ。なのに何もできねえ。そう、レント、すまねえ、仲間の前でかっこ悪い。レントの力になれればいいんだけど、今の私じゃ何も。こんにちは。これで取引成立。取引成立。これ取引。また来ま。こんな感じ。お、買ってきてくれたか。助かるよ。それでお立ちんは？もちろん忘れてないよ。こ
これだけあげよう。これだけ。ただの買い物だし、そんなものだろう。ちぇ。足りないというならもっと働くことだ。そうだ。頑張って人の役に立てば、きっといいことがある。お金。手伝いか。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい感じか。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいかな。どれがいい。これでいいかな。ああ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。この景色見たら着いてたな。弁当持ってくればよかった。糸って結構貴重品だよ。作るの大変そうだもん。そうだ、やったくさん、やっ、さあ行くぜ。
これならどう？そこ！もう島から近いのに植生がしちゃった。なんでだろう。キノコ、キノコ。毒を持ってるのも。よーいしょ。触るときは気をつけなきゃ。キノコ取ったぜ。もっといるか。植物はたくさんあって困ることはないよね。場所が変わると取れる木材の種類よーいしょ。どういうのがあるといいんだろう。行くぜ。おや。今だ。まだ。こ。まだ。ライザ。そこ。行くよ。ほらよ。おや。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ、もっと頑張らないとね。だから俺でも集められそうだな。それ、せーの、それ。おや。このままで使っても薬になりそうだけど。せーの。ここちゃんとした薬にしたいね。それ。は楽に来られるようになったな。魔物も来そうにないし。クリント王国の人たちもそれが。にしてもどこにでもあるよな、クリント王国の遺跡って。アンペルさんも一地域に詳しいとか言ってたっけ。僕らには当たり前の光景だけどね。ライザ、俺が見張るから少し休んで。おい、ライザ。広くて安全頑丈な湖にも面してる。しかも島からはちょうど見えない位置。見てんのかライザ。ここならは。あ、ああ、何レント休憩しよう。たく、何一人でブツブツ言ってんだ。ああ、なんでもない。その水筒、水筒。二人と俺の後ろに下がれ。あ
誰かと思えばお前たち。アンペルさんにリラさん、このところまで遺跡の調査に来てたんだ。驚かさないでよ。安全なこの日行ってきたと思って焦っちゃったよ。安全警戒は怠らない。まあ反応は良かった。あとは気配のした方角以外に。なるほど、そういうもの。この近くにも遺跡が。あんまり聞いたことないけど。確認するのも調査のうちだ。まあ結果としてはなかったわけだが。この広場も土台だけでわざわざ調べるほどの遺跡でもないもんね。北の方に手を出すのはまだ時期尚早だろうしな。まずは近場から足固めをしていこう。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。植物でいいのかな。取れたよ。よっこらしょ。どれだけ必要だ。まだ持てるぜ。木を見つけるだけなら簡単だぜ。よいしょ。煮込んだら美味しいかも。やっちゃおうかな。よいしょ。よいしょ。この木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。今読んでるのって前の辞書と違う本だよね。あっちはもう読み終わったんだ。わかりそうな単語の拾い出しが終わっただけだよ。今はこの百科辞典でいるところ。百科辞典。ガディアは知ってる？商品として扱ってるのは見たことあるよ。たくさんのものが解説されてる本でしょ。今まで眺めることしかできなかった本を読み解いて受けるのは楽しくてたまらないよ。アンペルさんは読み解いてくれないの？明らかな間違いは指摘してくれるよ。でもまずは古い言語に触れ続けて癖をつかめだってさ。よくわかんないけど。なるほど。よう、ちょうどみんな揃ってるな。その大きなのは地図？ああ、引き回して見つけてきたんだ。街道くらいしか載ってないけど、目安にはなるだろう。そんなの持ってきてどうするつもりさ。ああ、そろそろ行動範囲を広げようと思ってな。やっぱり！迂闊に街道を外れたらすぐ魔物に襲われちゃうよ。村の音に聞かないでよ。小妖精の森だって街道の外でしょ。そりゃそうだけど、あそこは村の対岸だし。大体近場なんかで知ってるだろ。俺の目標はあの塔なんだぞ。塔。もしかして晴れた日に北の山あいから見える。あ、それそれ、街道の西近くそびえてるらしいよ。ジス、村じゃ昔から街道の石を悪魔の野って呼んで、絶対入っちゃいけない金。俺の夢はそこを探検して親父や村の奴らを
あっと言わせてやることなんだ。父さん？いや、夢じゃない。そこに向かって一歩ずつ進んでる。現実だ。私もそろそろ本気でお母さんに怒られる現実を何とかしないと。